ASTJ の秘蔵っ子、すずさんです。お世話になってまーす。今回ファッションウィーク何回目？何回目だろう ?1、2、3、4回目 ?34 回目ということでね。いやいや、何歳やねん、私。おいおい。もともとね、ASTJ になる前、ランウェイドリームプロジェクトの、そうだ。まあ、第1期生なのよ。うん、で、俺が、二次オーディションの前に、電話したの。あ、もしもし、すずさん出て。私やるよ、それ。もしもし、すずさん、はい、はい。すずさんさ、うちのオーディションにも合わないぐらいレベルあるから、落とすんだけど、2次で落ちたい ?3 次で落ちたい？あー、ケイさんが好きなようにしてもらったら何でもいいです。オッケー了解。じゃあねー。はーい。っていう会話があったのよ。そして、まあ、悪いんだけど3時で落としたんだけどね。全然。うん。ということで、その頃からずっと連絡取ってて、で、彼女は、その年にファッションウィーク出てね。で、そっからずっと、出ているっていう。はい。ね。だから、ASTJ とは実はあんま関係ないんだけど、この前の3月のパリも出てもらってさ。ありがとうございました。まあっていう感じで、はい、まあ仲良くしてるということで、プロの話を聞こうぜ。さあ、ファッションウィークタリア。ファッションウィークタリア。ファッションウィークタリア。いやいや。まあ、とはいえ、私も言ったら、そのね、歴代大のプロの皆様からしたら、入りましたーみたいな。ひよこでしょ ?Yes, right. 俺は卵。ファッションウィーク始まったら、1ヶ月前に。はい。はい、エージェンシー行って、はい、はい、どうぞ。着いたらまずすぐにエージェンシーに呼ばれて行ったらまず、身長3サイズを計測されます。ただその大事なのはやっぱ3サイズで、その契約書に3サイズをもう数字で全部書かれてるんですよ。なのでそのサイズじゃないと、そのサイズよりオーバーしちゃうと仕事に行かせてもらえないんです。素晴らしい。契約違反だから。うん、まあプロの仕事だよね。うん、まあでもそういうもんですね。なので一応、最初の関門はそこ。ついて、まず一番最初に行って、計測をして、で、まず計測が OK だったら、その場ですぐ今の、写真、素の状態の写真をもうすぐスナップで、携帯でパッパッパっていっぱい撮られます。目の色とか髪とか、まあ、いろいろスタイル、全部、手の形や端とか、を撮って、で、私の今のファイルを、更新をして、で、うちの事務所の場合は、ブッカーさんが、ブックを作ってくれる担当者がいてくれているので、まあ、いつも新しい写真、仕事があったら、彼女に全部送っていて、着いた時に、私の今回の今シーズンのブックを作ってくれているので、まあ、それをデータでもらって、私は iPad に自分のブックを持ち、で、今の自分のコンポジットカード、モデルの名刺みたいなのがあって、まあ、それを必ずキャスティングに行った時に出さなきゃいけないんですけど、まあ、それを今期のやつを、まあ、束でもらって、って感じかな。まあ、気づいてると思うけど、今ここに映像上コンポジット出てるからね。あ、そうだ、じゃあ後で送りますね。オッケーオッケー。あ、そのコンポジの写真。知ってるよ。ああ。秋津のね。Yes。マッフィー。それこそそのオーディションの時に。でもあれめちゃくちゃ良かったもん。本当？嬉しい。自分も思うっしょ。思う。あれめちゃくちゃ良かった。